皆さんこんにちは、あるいはこんばんは、ジタンです。今回の動画でついに絵日記の完成度が 80% を超えました。絵日記完成が近づいて嬉しいですが、なんだか少し寂しくもなってきました。絵日記完成まで残りわずかとなってきましたが、最後までこのゲームの面白さやアーニャの可愛さを皆さんにお届けしたいと思いますので、もう少々お付き合いください。それではスパイファミリーオペレーションダイアリー実況プレイパート28やっていきます。本編どうぞ。オペレーションストリックスのね、もう一番大事なとこだからね。それはいきなり、まあ懇親会の時しか来ないんじゃないの。ダミアン様、あいつひょっとして。何なんだよ、他の奴らと同じですよ。まあお父上に取り合わせしてるんです。それに関してはあってはいる。アーニャは違う、世界平和のため。まあアーニャというかね、ロイドが取り入れたいわけなんだけど。二度と近寄んなよ。やべ、嫌われた。お先真っ暗。はい、止まりました。さあどんな感じでしょうか。今度こそダミアン3枚目と仲良しになって、父のお手伝い、仲良くなれるかな。父の任務成功させる。なんだこの顔。そうすれば世界平和になって父も喜ぶ。本当に何なんだよあいつ。視線を感じてるんだね、ダミアンも。次男、何か用かよ。アーニャンチ、犬いる。だからどうした。あったね、このシーンね。終わった。庶民を一周する膝から崩れ落ちたアーニャン。さすがです、ダミアン様。え？そんなひどいこと言ったか。お見それしました。シクシク、泣いちゃった。どうせ小汚い打鍵なんだろう。ひどいこと言うな。ちょっとあんたたち、お、ベッキー来た。アーニャ泣いてるとこ可愛いね。うっせ、お前には関係ないだろ。アーニャんちの犬小汚いって言われた。まあひどい。可愛いアーニャ。うちのビーゼルちゃんよりは可愛くないかもしれないけど。でもそこまで言うことないじゃない。すぐ泣き止んだら。私はアーニャちゃんちの子に興味あるな。うちのビーゼルちゃんと一緒に遊べたらいいね。おー、犬交えてね、みんなで遊べば。ベッキンチにも犬いる。じゃあいつか一緒に遊ぶ。なんだその目。なんだよ。次男も一緒に遊ぶ。はあ、なんで俺が。もうアーニャちゃんたら、こんなやつ放っておきましょうよ。それよりいつ遊ぶ。今から楽しみだわ。え、ビーゼルちゃんって出てきたっけ原作で。ちょっと覚えてないな。ね、ダミアン様。まあ、ブラックベルは別に庶民とは言わないんじゃない。なんかダミアン遊びたそうじゃない。この顔はなんかダミアンもちょっと遊びたそうにしてるけど。父の任務手伝えない。ボンド入れた家族写真見せれば。あ、そんなん持ってたんだ。何あれ、ムカつく。で、アーニャちゃん、なんか落としたよ。もうロイドに釘付けになるじゃん、ベッキー、これ。アーニャの顔。ロイド様、相変わらずかっこいいわ。どっちかと言ったらなんかベッキーのスチルみたいな感じじゃない、これ。今度こそロイド様に会えた。ダミアンのスチルなんだけどな、ね、全然ダミアン目立ってない。今度アーニャちゃん家遊びに行っていい。計画と違う。ボンドの魅力、次男に伝わらない。あ、終わりかな。はい、終わっちゃった。コンプリートだね。お休み帽子イエロー追加されましたと。はい、ということでもう学校は写真も全部撮り終わったし、ヘンダーソン先生、ダミアン、ベッキーと全員コンプリートしちゃったから、まあ、早い話がもうちょっと学校には用がなくなっちゃったね。ちょっと写真だけ撮ってフォージャー家に帰りましょう。アーニャ帰還。さあ、アーニャ帰還。あー、残念、フィオナいないな。おかえりなさい。あとフィオナのスチルが欲しいんだよね。フィオナも多分あと2回ぐらい会話必要だからな。さあ、ちょっとこの格好、この新しくダブルシニョンヘアっていうのが追加されて、いやー、かわいいね。この髪型もすごいかわいい。なんとなく特訓服に合いそうだなと思って。こんな感じで。いや、かわいい。
こら、アーニャ。こんなところで寝てたら風邪ひくぞ。特訓終わりで、疲れたのかな。ちち、アジト眠って。どんな寝言だ、それ。アジトって、スパイごっこの夢でも見てるのか。ちち、そのピーナッツは、アーニャなのよ。ロイドが取ったのか、ピーナッツ。夢の中の俺、どんな立場なんだ。裏切った。なかなか楽しい夢見てるな、アーニャ。こいつは一体どんな夢を見てるんだ。はい、ということで、もう学校でやることがなくなったので学校の時間をスキップしました。ということも登校拒否。はい、もう不登校アーニャちゃんになっちゃいました。あー、フィオナあと2回だね。これはまだたまらないな。あなたは変わってしまった。変わってしまったの。フォージャー家に身を置くことで不要な感情を持ち、まあ、確かにね、情報員としての鋭さが欠けてしまった。なんていうか、こう人間味が出てきたというかね、ロイド。今最初の頃よりもね。まるで刃こぼれしたな。そんなあなたを見ると胸が苦しくなる。嫌いになっちゃった、ロイドのこと。フィオナ君、穏やかな先輩も素敵。どっちやね。ドキドキして苦しい。あ、そっちの苦しいなのね。刺したら引っ込むおもちゃのナイフみたいになってしまったとして。どんな例えよそれ。私は押したい申し続けます。私は押したい申し続けますだって。むしろピョコピョコする先輩、なんて可愛いのかしら。好き。なんかそんなことを考えてるフィオナも、もうとても可愛い。おお、めっちゃ睨んでる。そんなに睨まれるようなことしたか。愉快だね、これは。私こそが妻役にふさわしいと思うのです。夜フォージャー、フォージャー夫人を私と変われ。怖っ。さあ、あと1回だね。はい、お出かけ当日。今日もね、もうお着替え済みで、場所がホテルということで、みんなパーティー衣装に着替えております。このみんなお揃いのパーティー帽子ね、赤い。なんか食べてる食べてる、どうした。おい、アーニャ、そんなに急いで食べると喉を詰まらせるぞ。そうですよ、アーニャさん、よく噛んで食べてくださいね。なんか早く食べて早く行きたいみたいな、そういうことなのかな。あー、なるほどね。かわいいな。わかったら、よく噛んで食え。はい、それじゃあ本日はこんな衣装で行こうと思います。ヨルさんがドレスに、赤いパーティー帽子、ボンドもこれメガネとネクタイで決めて赤いパーティー帽子、ロイドがパーティースーツに赤い、パーティー帽子と、でアーニャも見ての通りパーティードレスに赤い帽子と。いや、なんか仲良し家族みたいな感じでいいんじゃない、この帽子。みんな帽子がお揃い。いや、こんなんでホテルに来てもちょっとホテルの受付の人とかびっくりしそうだけどね。まあじゃあこれからお出かけホテル行ってみようと思います。さあ、アイテムも揃ってるね。このパーティードレス着てこんなはしゃぐアーニャも可愛いな。はい、来ました、ホテル。なんかちょっと初めての BGM じゃないかな、これ。なんかいいね、いい雰囲気だね。いや、高級ホテルって感じするね、これ。さあ、こんななんか。みんな赤い帽子かぶってきたよ、パーティー帽子。犬連れてこんな黒い格好で赤い帽子かぶって。本当に立派なホテルですね。あんまり騒がない方がいいんじゃないか。あまりはしゃぐなよ、目立つから。まあ、ボンド、ホテルの中を探検だ。いや、ホテルの中探検するの楽しいよね。だからはしゃぐなと。いや、なんかいいね、この BGM。 お、これ何、マイクでアーニャ歌うんじゃない。ピアノもあるしね。これが風船。あとあれが豪華料理か。え、ちょっとこのマイク気になるね。ミュージシャンアーニャ見れるんじゃない？ちょっと、これ写真撮ろう。シンガー、アーニャ、歌い手アーニャ。さあ、まずフォーカスを合わせて。歌ってる、かわいい。アーニャのリサイタル、ちょっとかわいすぎるしょ、これ。
この歌い方が可愛いよな、しかも。可愛い。ちょっと可愛いからもう一回見たいんで。アングルは、まあこの辺しかないか。いやいや、この歌い方可愛すぎるしょ。これ、何歌ってるんだろうね。可愛い。はい、じゃあまあいいでしょう、もう。いやーこれかな。なんかこ歌い終わってるこっちより歌ってる最中の方がちょっと可愛いからこっちにします。アーニャのリサイタル。じゃあ音楽つながりでそのままピアノいっちゃう。アーニャピアノ弾けないでしょ絶対。まあ、ちょっとピアノ弾いてやってみるか。はい、ナンバー3。まずフォーカスを合わせて、あったアングルどこでしょうか。あった。指一本でこのポローンってやるのかな。びっくりしてる。思ったより音大きかったのかな。もうちょいこっちから、あーどうだろうな、ちょっと難しいなアングル。これどこがいいか、この辺にするか。でアーニャが鍵盤叩いてびっくりしてるところ写真撮ろう。アーニャのメロディーだって。アーニャのメロディーってこのさ、この写真はちょっとなんか、とんでもない変なメロディーを奏でたかのような。いや、びっくりの余韻が長いな。相当びっくりしたんだね、アーニャこれ。まあまあもういいでしょう。はい、びっくりしたところしかないんだけど。まあ、ここにしようかな、角度。この画角にしましょう。じゃあこれ登録で。はい、アーニャのメロディー登録完了と。もうホテル一瞬で終わったよ。もうちょっとだからさ、写真を長く。あららら、アニメ始まるぞ。もうそんな時間か。アニメ始まるから帰りたいって。今日はそろそろ帰るか。急いで帰る。わかったわかった。ホテルにもテレビあるんじゃないのかな。じゃあボンドマンが始まるそうなので帰りましょう。で、また次来た時に料理と風船で写真撮りましょうか。帰りましょう。お出かけ終わり。お出かけ楽しかった。ボンフン。さあ 2% だけ進んで 77% まで来ました。さあ家族会議の時間ですけれども、まあ新しいところは出ないと。で、これ新しいところが多分お城なんだけど、開放条件がリゾートとホテルの特別な気になるものを登録なんで、ここからちょっと連続でね、行ったことある場所だけど、リゾートとホテル連続で行って、特別な気になるものを取ってから、お城行きましょう。まずはじゃあリゾート行こうか。はい、じゃあ今日は2回目のリゾートということで、ちょっとね、アーニャもこのあえてペンギンの衣装で行こうかな。可愛いよねこれ、ペンギンの服とペンギンの帽子。いや可愛い。でロイドとヨルさんはまあなんかリゾートっぽいというかね、そんな感じの服装で、ボンドはスカーフと天使の輪で。じゃあリゾート行こう。はい、来ましたリゾート。相変わらず楽しそうだ、ここ。こんなとこ行きてー。ペンギンかわいい。でもちょっと暑そうだねこれ、ペンギン着てるの。汗たくなんじゃない中で、アーニャ。前回サーフボードとビーチチェアで写真撮ったから、今回はビーチパラソルとまあどこかしらで写真撮るんだけど、ちょっとここやっぱ気になるよね。ここやっぱあれじゃない、アーニャがここに寝てさ、ロイドとかがこう揺らしてくれるんじゃない。ちょっとここ写真撮ってみよう。ナンバー6。あー、ロイドいない。ヨルさんがブンブン振り回すみたい。あー、アーニャ寝てる。さあフォーカス合わせて、あれアングルアングル、あーたたた、え
最初のあの寝てるとこ撮りたいな。あ、ここでもいいね。あ、いいの字で寝てるアーニャ。かわいい。もう一回。ちょっとな、でもボンドがいい感じに入らないんだよな。あれ、ちょっとアングルすぐ見失う。アングルどこ？あれ？アングル見失った。あれれれ、あ、あった。ぐらいかな。え、ちょっと、もう一回。あの、ちょっと起きた瞬間写真撮るわ。ここゆらゆらハンモック。まあでもやっぱり、ゆらゆらハンモックっていうタイトルだから、やっぱりちょっとあの、大の字で寝てるところかな。あ、いいかな。ここね。かわいい。じゃあ、この辺にしときましょうか。はい、まあ1枚目と3枚目はほとんど同じだね。3枚目にしようか。はい、いやハンモックに揺られるアーニャも可愛いな。はい、じゃああとアイテム3つ目のこのビーチパラソル写真撮っていきます。はい、ナンバー2。またボンドがいる。あ、フォーカス合ってた。で、アングルがどこかな。あ、なん、あ、たった。ここだ。え、何してんの？また寝てる。また寝てるよ。いや、これ、ボンド、寝心地良さそう。あの、なんか、半目になってるアーニャよりも、なんか、ちゃんと目つむってるアーニャの方がいいかな。この辺とかの方がいいけどね。ねえ、こっちの方がいいよね、絶対。アングル外れてるけど。また大の字でさ寝てる。いやー、かわいいね、この仲良さげな。まあもういいかな。2枚目だね。ちょっともう星ついてないけどさ、アングルの。でも、こっちのこの角度の方が個人的には好きかな。こっちにします。さあ、ペンギンで寝てるアーニャ。かわいい。さあ来ました。あら、ビーチチェアだね。ビーチチェアだよね。特別な気になるものの開放条件を満たしました。特別な気になるものを見てみましょう。ということで、ここだね。さあ、どんな感じなんだろう。気になるね。はい、ナンバーワン。さてと、フォーカス合わせて。さあ、家族全員いますね。あら？よっこいしょっと。どうしたんだろう。どうしたんだろう。なんかすごいはしゃいでるけど、どうしたんだろう。何見てるんだろうね、これ。まあちょっと一回撮るか。あ、この景色を忘れない。まあすごくいい景色がってことか。ちょっとなんかさ、ロイドとヨル様もうちょっとこう真ん中寄ってほしいな、これ。ちなみにこっち、あ、違うとかでも撮れるんだね。なるほど、なるほど。あー、じゃあ、こういう角度とかにする？あえて後ろとかの方がさ、おしゃれだったりする？これって。どうですか？ちょっとわかんないんだけど。逆に後ろからのとかの方がいいかな。誰一人顔映ってないっていうのもちょっとな。この辺の角度かな。この辺にするか。ちょっと、もう一回。もう一回。まあ、引くよりもこうアップで、この辺の角度で写真撮ろうか。よいしょっと。で、すごい素敵な景色を見つけると、アーニャが。すごい。いい景色みたいな感じかな。ちょっと待って、この角度、ボンドが全然、ああ、出てきた。これね、アーニャもすごくいいんだけど、ちょっとこのロイドがさ、ロイドどうなん？このなんか、全然興味なさそうな感じ。起き上がって、これちょっとアーニャの顔が。まあ、これはしゃいでるこっちの方がいいか、ロイドも見てて、景色をね。この最後の写真にしようか。ああ、もう取り切っちゃった。オッケーオッケー。
この最後5枚目だね。まあアーニャもすごい喜んでるし、ロイドもヨルさんもいい表情って感じで。はい、じゃあナンバーワン、この景色を忘れる。いや、いい写真なんじゃない？まあ、できればちょっと奥のさ、遊具とかで遊んでるアーニャが見たかったっていうのはちょっとあるんだけど、まあまあいいでしょう。さあ、80% を超えました。82%。お出かけ終わり。はい、じゃあ家族会議。今回ね、新しい場所はまだ増えないんで、次またホテルに行こうかな。ここだね。で、風船と、豪華な食事だっけの写真を撮って、プラス特別な気になるものも写真撮ろう。で、ここのね、特別な気になるもの写真撮ると、この最後ね、多分お城だよね。お城が開放されます、というところで。じゃあ、ホテル行こう。高級ホテル行って、リゾート行って、高級ホテルと。もう、ちょっと、ワイズの経費使いすぎなって感じで。これ、ロイド怒られるよ、ハンドラーに後で。はい、それじゃあ今日の動画はここまでにいたします。ここまで見てくださってありがとうございました。また、次の動画も見てください。それじゃあ、バイバーイ。